どうもです、つくまよよ6月16日、今日は3人もついとるな。土木建築には向かへん行けよ。落葉は仏滅、新しく始めるわけよ。奇境なしの法事なんかを口止まってる。時間は川の上、鋼鉄なんかを示す葉の木、花が開いて実を結ぶ状態を示してる。十二週あたら葉の木、春が来て万物が再び活動を始める状態を示してる。ほんでこの循環と十二支からお湯を5秒読むと、権穀木、刃物が木を傷つけるいうことで、相克、物事が順調にいかへん行けよ。まあ仏滅いうのは一旦物を終わらせるいう意味の境にな。それが相克。どうやるかな。まあこれらを踏まえてどう過ごすか、あんたさん次第よ。ゆるゆると、永遠にやるとええね。ほな、またねー。